ですね、私はなんて言うんでしょうね、事務的な仕事というか、あんまり人と接さない仕事っていうのがそこまで興味が持てなくてですね、人と関わる仕事とか人と話をするのがすごく好きだったんですね、学生時代から。で、そういう中で ある映画がきっかけで、ホテルマンの映画なんですけど、それを見てホテルマンに憧れてですね、スーツをビシッと決めてお客様の対応している姿がすごくかっこいいなと思いまして、自分もそのホテルマンを目指そうかなと思っていたんですけど、就職活動を進めていく中でホテルってこうある意味こうすごく範囲が広いというか、結婚式だけではなくて宴会もあったりとか宿泊もあったりとか、多岐にわたる仕事があると思うんですが、私は結婚式、笑顔があふれる結婚式で、暗い顔をしている人はあまりいないと思うんですけど、そういうゲストとか新郎新婦の笑顔があふれる場所で働きたいなっていう気持ちがだんだん強くなっていって、ホテル業界からだんだんと結婚式場業界に絞って、でその中で巡り合ったのが株式会社いちくらです。そういう経緯で、もともと接客がしたかったっていうのが、このコンシェルジュを志したきっかけです。そうですね、いろんな会社さんがあったんですが、他の会社さんだと多かったのは、男性はこう見学のカップル様のご案内だけで、ご契約をいただいたらもう女性の、プランニング担当のスタッフに引き継いで、でそこからは男性は何もしないという会社さんすごく多くてですね。で当時私はプランニングも当日までずっと自分がお付き合いをさせていただくというイメージで就職活動してましたので、なんというかこう男性か女性かでその仕事の内容が違うっていうのがあまり納得いかなくてですね、そういう中で株式会社いちくらに来て、全くそういう話がなくてですね、男性女性区別なく同じ仕事をやっていきますよっていう話で説明会で聞いて、この会社は他と違うんだなっていうふうに感じたのが、このいちくら一本に絞ったきっかけです。実際入社させていただいて、女性の同期も何人もいたんですけれど、彼女たちと同じように私も、見学のご案内から当日の担当までずっとやらせていただきました。